ドアイ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アーモンドアイ先頭、もうこの差は決まりか。ワグネリアン足を伸ばす。この差は果たしてどうだ。200を切った。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はワグネリアン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はワグネリアン、3着にレイデオロ。アーモンドアイ天皇賞秋ジャパンカップに続き、秋の牡馬三冠を完全制覇。スタブロです。今日はですね、ついに DLC で、買いましたアーモンドアイがいよいよ明日デビューということで、いやー、やっとねここまで来ました。忠実通りなんで、2018年から2020年にかけて史上5頭目となる牝馬ね三冠制覇、史上2頭目となる天皇賞秋の連覇、すごいですよね。史上2頭目となるジャパンカップも2勝と、めちゃくちゃ強かって、僕もちょっとねその時アーモンドアイにかけたりしてたんで、やっぱちょっとねやっぱ思い入れのある馬かなと思います。まあね、競馬ファンの皆さんはねたくさんあると思いますけど、じゃあウィニングポストで実際ねやってみたらどこまで強いのかっていうのを見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、アーモンドアイ出走ですね。はい、無難に一番人気と、新聞の評価もまずまずという最有力ね、 S 評価調教。はい、それでは行きましょう。いや、楽しみですね、すごく。本当にね長かったここまで。小倉競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは、はい、行きましょう。スーパーフレア、おっとグローブクローバー、遅れてしまいました。前へ行くのがモズスーパーフレア、モズスーパーフレア前提を取りました。そんな飛ばして大丈夫なの？ガストサルベージ、めちゃくちゃ飛ばしてるから。すぐ後ろにサブアンテスペンドそして大きく離れてセシルストレード、この位置です。後ろからの競馬になりました。めっちゃ飛ばしてない。鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。さあ先頭は依然として栗色の馬体モズスーパーフレア、リードは6馬身ぐらいあります。すごいね、モズスーパーフレア一人旅。2番手はダストサルベージ、はい、大外から黄色の帽子アーモンドアイ、伸びてきたアーモンドアイ、ここで先頭に躍り出たジギル、もうこの差は決まりか。内で食い下がるセシルストレード、ね、2番手はグローブクローバーアーモンドアイ、これは決まったか。アーモンドアイ今ゴールイン、アーモンドアイ段違いの強さです。2着はグローブクローバー、3着にセシルストレード、これはものが違うアーモンドアイ。それは負けてたらダメですよこんなところで。はい、それではですね次のレースに飛ばしたいと思います。はい、じゃあ2戦目はですね新潟2歳ステークスということで、武豊騎手に乗ってもらってます。人気は一番人気で、新聞の評価はどうでしょう。余裕、馬番12ですね。はい、じゃあ行きますか。 G3 ですね。で、楽しみですねすごく新潟競馬場、本日のメインレースの発走です。全然、ね、スタートしました。はやぶさまかおう好スタート、綺麗なスタートを切りました。栗色の馬体はやぶさまかおう行きました。先手を取ったのはデンマリーダー、その外にオンザオリエンタル、その外からハロージェニファー、レッドレグナー、2戦目でね、その位置に続いています。重賞なんで赤の帽子マドモアゼル、その後ろいい位置やね、その外にアグネスミニー、アーモンドアイ後位の一角、すぐ後ろにオハナ、その外にメジロバトラ、内からはカヤックラビット、並んで14番キャラギャルズ、内からはシャルドネゴールド。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。さあ先頭はまだ3番デンマリーダー、2番手はハヤブサマカオ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。テンマリーダー先頭、しかし後ろとの差はわずか、これはどうだ。テンマリーダー先頭、外からアーモンドアイ、残り4コーナー来てるね。最後の追い比べ、先頭はアーモンドアイ1馬身から2馬身のリード、オンザオリエンタル足色は十分、前に迫れるか。残り 200m、 後続を大きく引き離しました。アーモンドアイ先頭です。このまま押し切るか。2番手はソングマスール、完璧です。圧倒的な強さを見せました。完璧ですね。2
2着はソングマスール、3着にシャルドネゴールド、1番人気に応えましたアーモンドアイ、見事です。かっこいいな本当に。はい、圧倒的ね、すごいね、15番人気とか来てんだ。はい、じゃあね、次のレースまで飛ばしますと。はい、じゃあ次はですね、ちょっと一戦飛ばして4戦目、3戦3勝中のアーモンドアイ、一番人気でアルテミスステークス G3 でプリモストラッシュっていうのも一応いるんですけど、ディープインパクトのね子供で3番人気ですね。はい、じゃあレースいきます。東京競馬場、本日のメインレースの発走です。本当強いな。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が花を切るんでしょうか。ニヤコシーナ前に行きそうです。続いてアーモンドアイ、先手を取ったのはニヤコシーナ、その外からセシルアリエッタ、ラッキーライラック、それに続いています。5番6番がね、すぐ後ろうちの馬ですね。そのうちに続いています。並んで9番ミカリーニョ、内からはノームコア、その後ろにクヤックラビット、その隣にムーブペリオン、すぐ後ろにアドマイアンバー、その外にスカーレットカラー、内からはエアセダン、その外にドリルファイト。これは少々スローペースです。展開への影響はどうでしょうか。アーモンドアイ早くも先頭、先頭ですね、ほとんど差がありません。豪快前3番手、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アーモンドアイ先頭、後続とは3馬身以上の差、これはセーフティーリードか。内で食い下がるノームコア、アーモンドアイ先頭、これはちぎれた、内で食い下がるノームコア、200を切った。後続はまだ後ろ、アーモンドアイ先頭です。このまま押し切るか。2番手はノームコア、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はノームコア、3着にラッキーライラック、次はもうあれですね、1番人気に答えました。アーモンドアイ見事です。プリモネストラッシュも4着で、はい、次はですねジュベイナルフェリーズ G1 です。阪神のねアーモンドアイ一番人気になってます。20丸5つとすごいですね。これが勝てばこのね G1 は初かな。プリモストラッシュもね7番人気で頑張ってほしいところです。ノームコア、ルメール2番人気ですね。はい、じゃあ行きますよ。初のね G1 です。阪神競馬場発走の時刻が1枠1番、そこそこの前走人気上牝馬の足毛の場、こちらは今日の直線悠然として決め手勝負、その漆黒数々大きな舞台、直線での海外の G1 の大舞台、ファンはこの馬を一番人気に支持しました。アーモンドは振り毛の美しい馬、2歳ですからね、さあみんなね。ハットトリック、なんか聞いたことある。阪神競馬場発走の時刻が近づいてきました。さあ最後は大外枠のラッキーライラック、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはアーモンドアイ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアーモンドアイ行きました。続いて前へ行くのはセシル・アリエッタ、前に戻りましょう。マドモアゼル前手を取りました。短いですね、短距離なんで。アーモンドアイ2番手を追走しています。並んで漆黒の馬体セシル・アリエッタ、その横にアーモンドアイがピンクのね、その外からレッドレグナル、16番、さらにはラッキーライラック、青の帽子ノームコア、ね、その後ろシグナライズ、そのうちに続いていますロックディスタウン、すぐ後ろその隣にシメール、その外にピナクルジェモラ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭は依然としてマドモアゼル、アーモンドアイほとんど差がありません。セシル・アリエンタ3番手、アーモンドアイ、さあ行くよ。さあここからどうか、4コーナーをカーブして、さあこれからです。アーモンドアイここで先頭に躍り出た、リードは3馬身以上、その差が広がります。ノームコア足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。残り 200m を通過して、後続は何も来ない。アーモンドアイ先頭です。このまま押し切るか。2番手はもう早いな。アーモンドアイ強い強い、アーモンドアイ圧勝ゴールイン。2着はノームコア、3着にラッキーライラック、アーモンドアイ完勝です。束を寄せ付けない圧倒的な強さです。4戦4勝ですね、これでデビューからね。いや強い、
勝ですね。はい、じゃあ次はねクラシックで来年ですね。またはい、桜花賞 G1 まで来ました。今のところですねアーモンドアイは8戦8勝となっておりますと、めちゃくちゃ強いです。戦績ね全部1位でぶっちぎってますね。で G1 は阪神 JF 取って、桜花賞が2回目ですね G1 で言えば。さあ行きますよ。はい、レース勝てるかな。3歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだこの馬にとって恵まれ、ついに大井前走での一段と続いて入牝馬鞍上栗色の好位前走サラブレまた一頭鞍上、ひときわ大きな歓声が上がります。すごいね歓声。負けられないライバルとの芝の目前走でや悠然前、さあいよいよ本番。さあ行きましょう。桜花賞三歳牝馬クラシックの第1弾、さあ最後は大外枠のアンフィトリテ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ダッキーライラック大舞台スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくダッキーライラック行きました。続いてライバルがねあの白と黒ですね。さらにはカンタービレ前哨戦の勝ち馬オレンジがアーモンドアイで、その後ろで黒がね先手を取りました。黒の半分の矢印がプリモストラッシュとこれに続くのはアイウィークアーモンドアイ D1 です。 D1 やね。アロージェニファー、その外にナティロス、その隣にプリモストラッシュ、ノームコア、この馬もこのグループ、その外からセシルストレート、まあ、忠実通りだね。18番馬取ってますから。アンフィトリテオーマンバリー、そのうちに続いています。さあ先頭は依然として10番リリーノートル、2番手はカンタービレアドマイヤグルース、3番手アーモンドアイ、まだ動きません。後続も追い上げていきます。直線でさあ決着をつける時が来た。エディノーブル先頭、外から勢いよくアーモンドアイ先頭、エディノーブル2番手、手応えはどうか。内からカンタービレアーモンドアイ先頭、あと 200m、 ね、後続は何も来ない、ねね、アーモンドアイ先頭です。このまま押し切るか。2番手はノームコア、完璧です。圧倒的な強さを見せました。桜花賞制覇。2着はノームコア、3着にラッキーライダック、ライバル同士まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのはアーモンドアイ。これ G1 ね2勝目です。無傷です、まだ。はい、桜花賞ね無事勝利できました。次のねまだまだ続きますんで、次の動画どうぞ。はい、それではアーモンドアイですね、オークス G1 ですね、これを勝てば2冠と、そして秋華賞取って3冠牝馬を目指す最中です。まあ忠実にね方も取ってますんで、ここは勝っていただきたいなと。そして最後にエリザベス女王杯も目指していきたいなと思っております。アーモンドアイですね現在が、9戦9勝と圧勝ですね。めちゃくちゃ強いです。さあ、一番人気で武豊騎手に乗ってもらいます。はい、馬番10番で出走します。いや強いっすね DLC は。中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。この馬にとってこの馬の差し屋サラブレッド、この馬もあまりに決めてしょ、あまりについに大一番をうまくスロー、さあライバルが待ち受ける大舞台です、はい、今こそ決着をつけると好位につけ鞍上大奥直前人気。さあ行きますか。府中の芝 2400m という、さあ最後は大外枠のセシルメーカー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何がいくでしょうか。ベルズソロ、さあ1はいいですね。前に行きそうです。
カンタービレ、それに続いています。さらにはハイウィーク、足毛の馬体、フィニフティ、その後ろ先手を取ったのはペルズソロン、その後ろからはナテュロス、並んで3番アドマイアグルース、好位置をキープしています。アーモンドアイ、これに続くのがノームコア、その外にダッキーライラック、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ミカリーニョ、それに続きます。赤の帽子ソシアルクラブ、その後ろ、その横にハヤックラビット、マウレア、この馬もこのグループ、ミュージアムヒル、すぐ後ろハタノシンキング、そのうちに続いています。その外からセシルメーカー、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。さあ1400ですね。およそ10馬身、よどみのない展開になりました。内からはスターストラッシュ、最後方にセシルウィンドウ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。さて先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。大丈夫か、飛ばしすぎじゃないか。リードは1馬身から2馬身、ベルズソロ、それに続いています。これに続いてカンタービレ、各馬大欅を通過。さあ先頭は依然として10番アーモンドアイ。大丈夫、アーモンドアイ。さあコーナー曲がっていく。2番手は最後直線です。いざ決着をつける時だ。さあどうだ、アーモンドアイ先頭。大丈夫か、リードは3馬身以上、この差が広がります。ベルズソロン足を伸ばす。この差は果たしてどうだ。いいですね、アーモンドアイ先頭、後続との差は3馬身以上。3馬身、このリードを保てるか。圧勝を切った。これは楽勝やわ。まさに大差。2番手はすごいライダック、アーモンドアイ、この馬で決まりか。アーモンドアイ独走、アーモンドアイぶっちぎりです。ぶっちぎったね。ラッキーライダック、これでも3着にセシルメーカー、レコード取れてない。アーモンドアイ牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ。牝馬三冠はもう目前だ。いや楽勝でしたね。はい、アーモンドアイ楽勝でした。次はですね、秋華賞を取って、見事三冠牝馬になります。まあそこまでね、次また動画ね飛ばしていきたいと思います。はい、いよいよですね、秋華賞、これを勝ったら牝馬三冠という、大一番来てます。新聞の評価もまずまずといったところでしょう。さあ5番ですね、アーモンドアイ、これで勝ったら三冠です。さあ行きましょう。楽しみです。京都競馬場、3歳牝馬による最後の大レース、直線勝負にかけるこの馬誕生、あまりひときわ大きな歓声が上がります。前走人気前走、秋華賞行きます。京都競馬場、さあ最後は大外枠のロックディスタウン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。ベルズソロン前に行きそうです。ミッキーチャーム、それに続いています。さらにはランドネ、17番カンタービレ、その後ろミッキーチャーム、先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。少し間が空いてフィニフティ、並んで4番ナテュロス、その外にアドマイアグルース、一番人気のアーモンドアイ、中段につけています。ラッキーライラック、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。お花、そのうちに続いています。白の帽子旗のシンキング、その後ろ、ここにつけたのがマウレア、すぐ隣めちゃくちゃいい位置やね。その横にシグナライズ、すぐ後ろにミカリーニョ、 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでベルズソロ先頭に変わりました。2番手はミッキーチャーム、アドマイアグルース、3番手アーモンドアイ、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はさあ直進、間が空いてアドマイアグルース、さあ決着をつける時だ。ベルズソロン先頭、アーモンドアイようやく上がってきた。ここで先頭はアーモンドアイ、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はラッキーライダック、アーモンドアイ、これは決まったか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。強っ、三冠おめでとう。2着はラッキーライダック、3着にノームコア、アーモンドアイ、牝馬三冠制覇。強く速く美しく、今名牝たちの歴史にその名を刻みました。素晴らしいですね。
めでとう。はい、ここまではね、忠実史通りのね展開となっておりますんで、まあ実際ねゲームなんで、違うね G1 もね目指していきたらなと思いますんで、次のレースも G1 ばっかりやっていきますんで、どうぞご期待ください。ファンに選ばれた優駿たちが筆の中屋直線勝負にかけ、前走で敗れ一段と美しく見える漆黒のこの馬の差し足の前走では惜しくも敗れましたが、本番の今回は負けられないところです。また一頭悠然と鞍上、もはや疑う余地はありません。秋の牡馬三冠達成をかけて女王がグランプリに、鞍上は海外で決めて、前走後方こちらはサラブレッド、大きな舞台、さあ今年の G1 も有馬記念、さあ最後は大外枠のタイムフライヤー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。レイデオロ好スタート、アーモンドアイ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくレイデオロ行きました。続いて前へ行くのはアーモンドアイ、さらにはラブズオンリーユー、14番ダノンキングリー、その後ろ先頭はなんとアーモンドアイ、場内どっと沸いています。大きく離れましたワグネリアン、その後ろからはシュバルグラン。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。そして大きく離れてピエールマン、この位置です。青の帽子サークルナーリア、その後ろその外からタイムフライヤー、並んで10番リスグラシュー、その外にシェーングランツ、ユーキャンスマイル、そのうちに続いています。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。クロノジェネシス、その前に進出、その隣にシャケトラ、内からはワールドプレミア、しんがりからサトノルークス、アーモンドアイ、これに勝つといよいよ秋の牡馬三冠達成です。歴史的な瞬間は果たして訪れるのか。アーモンドアイ、見事その期待に応えられるか。さて先頭に戻りましょう。9番アーモンドアイ、依然として先頭に立っています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ9番アーモンドアイ、ダノンキングリー、ほとんど差がありません。ラブズオンリーユー、3番手アーモンドアイ、逃げる逃げる、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はアーモンドアイ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。アーモンドアイ先頭、もうこの差は決まりか。ワグネリアン足を伸ばす、この差は果たしてどうだ。200を切った、残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はワグネリアン、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はワグネリアン、3着にレイデオロ、アーモンドアイ、天皇賞秋ジャパンカップに続き秋の牡馬三冠を完全制覇。アーモンドアイですね、お疲れ様でした。27戦23勝 G1 はね13勝ということで、
世界へ飛翔する最強マイラというね、称号をいただきました。金の像ね、展示室いただいてます。いや、強かったですね。もう日本ではもう無敵なしという感じでした。成績見ていきましょう。もう初戦からね、ずっと1着で、なぜか宝塚記念は負けたっていう。そこからずっと1位で、ちょっとね、外国の方もね、攻めたんですけど、やっぱりちょっとやっぱ足りないんですよね。凱旋門賞は今のところね、パチストラッシュ牧場では一番のね、成績の2位ということで、まあ、これからはね、やっぱその子供たちに能力受け継いで、しっかりね、特性持って挑戦していけば勝てるんじゃないかなと思います。こうやってね、全然競馬わからないとか、そのね、ここから今日始めたっていうか、今回から始めたばっかりなんで、わからないことばっかりなんで、そこもね、挑戦していきたいなと。一つね、目標ですね、凱旋門賞優勝という。はい、本当にお疲れ様でした。